一方、小久保選手は記者会見で入村式への参加自粛について聞かれると、それについて指摘されたんで入村式は出ませんでした。指摘されたことはある程度納得されているとか受け入れられたことなんでしょうか。反省してます。厚生労働省麻薬取締部によりますと、大麻取締法違反の疑いで逮捕されたのは、プロスノーボーダーでバンクーバーオリンピック日本代表の小久保和弘容疑者31歳です。小久保容疑者は大麻密輸の疑いで逮捕されたということです。小久保容疑者はスノーボードの日本代表として2010年のバンクーバーオリンピックに出場していました。